とか終わったな。次のシフトでも確認するか。じゃあ終わった。スルメくんって鉄オタ。まあまあそんな感じのことはやってますね。ふふ。いや俺今週末日の鳥でも乗ってこようかな。はい。一回あれは乗らんとかんやろ。あれ、もしかして鉄道を知ってる感じですか。まあ知ってるっちゃ知ってる。いやー先週末名鉄乗ったら1700と遭遇してさ、日が丘発車でミュージックホーン鳴らすし、歩くあの運転士稲子してからも鳴らしよった。マジで1700が2230に置き換わるとか、2230倍のに。確かにそうっすよね。そんなわけで、パラレルワールドが存在する説があるらしく、この鉄道のどこかに入り口があるらしい。なに？パラレルワールドってどういう？それが俺も名前しか知らなくて、詳しいことはようわからないっすね。まあでもそういうものがあるってことね。じゃあ見つけ次第ってことかな。そうだな、各自で拾うか。とりあえず運用についてみたけど、仕事しながら任務考えるって大変よね。お、どうも、この前は入試会をありがとう。おかげで本社でがっつり怒られてたぜ。まあ別にいいけど、私の能力、これでも秘密なんだからね。わかってるって。そんなことよりさ、相鉄ってこの鉄道にパラレルワールドの入り口あるの知ってる？パラレル。何を言い出すかと思えば、またあの中二病発言かよ。違う。私はちゃんとした任務でやってんだから、わかる。これでも公安なんだから。はいはい、わかりましたよ。絶対わかってないやん。なあなあ、ガイル延期ってマジで元来なんだけど、いやー悲しいよなー。って俺にアニメ不況すんのやめー。もう、絶対聞いてないやん。知らんわもう。結局今日も何も見つけられずに終わったなー。やっぱ今回の件もデマだったのかなー。あれは、この駅から路線図上では分岐点なんてないわず。だとしたら不明な何かがあるわず。明日は運用ないし行ってみようかな。いやでもさ、猫耳つけた女子が必ずしも可愛いわけじゃないと思うぜ。でも猫耳は定番やん。あと某アニメでも黒いでかい耳つけたキャラいたやん。それはバニーガールってやつだ。それ俺も思った。でもやっぱ惹かれる女子って言ったらやっぱ、だよな。それはでも好き嫌いがあるんじゃないの。この鉄道内に謎の線路を確認。KO9000K、行ってまいります。おう、気をつけて行ってこいよ。じゃあ高尾さんはどっちがいいの？あ、俺、もちろん、一択だろ。セクション、なんかめっちゃ寒気感じたんだけど。夜になっちゃったな。今回の噂も所詮デマか、さっさと引き返して出ていくとするかな。いてて。
ちょっと、何するの？お前は一体何をしに来た？あんたこそ誰よ、なぜ私を殴った？私は東武7万系、日比谷線に入った20メートル車だ。私はパラレル線の番人といったところかな。勝手に領域に入ってはいけない。つまりこのパラレル線の秘密を知られたくないと。まあ、それもあるんだけどね。私の目的はこの火屋伝を支配するためにこの線路を管理してるのよ。入ってすぐのやつがこの発言すんのかよ。それは関係ない。この鉄道を偵察していたといったとこかな。へえ、それで、パラレルワールドの車両を使って本当にこっちの火屋伝を支配できるとでも？あっちの世界は平成の大合併をしなかった世界なんだよ。市町村が合併した理由の多くは財政難。つまり金で奴らを動かせば、主導した私が新鉄道で利益を被れる。ふ、そんな理由で？悪いけど、笑っていられるのも今のうちね。いててて。なんとかしてあいつを止めないと。一人くらいなら私だけでなんとかなるわず。ぐ。なんとかしなきゃいけないけど、犯行が確定していない今、上に報告するのは早い。あれ、そんなところで何してんの？いや別に。いやー、今日もニュース会がまたオーバーランしてさ、客は乗ったらどこに泊まろうが関係ないって言うんだぜ。もしもし。は。僕もそう思います。あははは。まあな。こうしている間にも奴の計画は進んでいるわず、運用業務もなかったし、また同じ場所にいるわず、正体がわかった今、私一人でなんとかなる。今日の京王急線は何かおかしかった。あいつのことだ。この夜に動いているかもしれない。みんな寝てるし、居場所は GPS ですぐわかる。行ってくるかな。おい、どこ行くんだ。もう真夜中だぞ。もしや相鉄。さてはデートか。は、いやいや、こんな真夜中に車庫飛び出すなんて、デートのほかないだろ。が、そんな、気が。まあいいわ、引き止めて悪かったよ。あれ、京王急線の GPS 座標が消えてる。くそ、一人でどこ行きやがった。京王8000系なら何か知ってるかも。こちら京王8000系。おい、京王急線系はどこ行ったんだよ。あいつの GPS がこの鉄道から消えてるぞ。あ、そうか。確かに今は鉄道の GPS からは範囲外の場所にいるね。要は空間の狭間みたいなところだ。狭間、それは一体どこに行けばつけるんだよ。なるほど、わかった。よう、相鉄やん。お前こんな遅くに駅で何してるんだ。いや何も。そうか。お前らがいたじゃねえか、スペーシア。ちょっと協力してくれないか。大丈夫だ、問題ない。このマシンさえあれば私の力でどうにでもなる。う、トラウマなんてどうとでも。やはりここにいたのね。いてててて。あなたがどのようなものかは今までわからなかったものですが、火屋伝の在籍リストを見れば一目でわかったのよ。あなたは私と同様、テレポートができる車両。つまり、互角に戦えるということ。ほほう、よく調べたじゃない。でも、私の力は厳密にはムーブポイント。あなたと決定的に違うのは遠隔操作で物を移動できるということ。そんなことは知っていたけどね。そんなあなたが私に勝てるわけがない。戦うだけ無駄よ。よかった、まだ自分を飛ばす回数に制限があることを知らない。あなたが計画をやめないのであれば、力ずくで止めるだけですね。私に勝てる。いや、あら、そういや223系は。ああ、あいつ、なんかパチンコで大爆死したらしいもんで、やみこもってるってさ。ただのパチカスじゃねえか。ディスオーレー！うわ、この野郎。
か。このまま抑え込めれば。なかなかやるね、あんたこそ。ほほう、でももう、これでおしまいよ。ふん、残念だったね。まあ、私より不敵なあなたがここまでやれただけすごいけどね。KO9000 さんはまだ若いし殺すにはもったいないけど、後々面倒になるしどうしようかしら。いて、誰がまだ私が動けないと言った。もう許さん、殺す。絶対に殺してやる。くらえ。これであなたはもう動けない。本当はあなたの息が止まるところを見届けたいけれど、私は残酷なものを見るのは嫌いでね。私はあなたと違って重いものでも遠隔操作ができる。遠くからすりつぶすわよ。楽しんでくれるよね。それじゃあ、私は計画を実行しないといけないのでね。動けない。誰か、誰か助けて。マジでさ、最近くら寿司行ってないもんで誰か行こうぜ。世間がこんな状況だしなかなかむずいだろ。新鮮、お前はただビッグラポンがしたいだけだろ。ぐ、なぜそれを。って、あれ何？なんか上にタンクあるしやばくねえか。新鮮、スペーシア、二人であの重しを頼めるか。任せろ。じゃあ。ありがとな、防衛軍。お安い御用だぜ。てか俺ら他人から防衛軍って呼ばれたの初めてじゃね。それは知らん。相鉄？どうして？そんなことはいいから、今はちょっと黙ってろって。だいぶ良くなってきたみたいね。もう少ししたらまたちゃんと動ける。また任務一人でやってきたの。一人で行くのやめてって何回言ったら。わかってますって。今回は危ないところでした。今後はちゃんとみんなでやりますん。もうちゃんとしてよ。ほら、着替えもちゃんと持ってきたから。はあ、しょうがねえから2枚くらい着てやるか。確か病室はここだったよな。失礼します。ちょ、今着替え中なのに。いや、そんな、頼む、許して、悪気はないんだ。